はいどうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。さあ本日なんですが、いよいよね、私も環境トップデッキに手を、染める時が来ました。スプライトデッキ、こちら使っていきましょう。本日は、まあ、今季環境トップと、言われておりまして、まあこのデッキ、まあ、スプライトがそもそも強いっていうのもあるんですけど、あの相性のいいレベル2のモンスターが非常に強力でね、まずですね、着替える、そしてあこの将来心、そして、緊急テレポートからの、あのガンマとか、これ辺、この辺が一応今一番強いと、言われております。これ何が強いかっていう話なんですけどもね、着地狩りに強いんですね。あのこれで切って結構着地狩りに弱くて、レベル2のモンスターを盤面から消されると特殊召喚できなくて、なんか展開が伸びないという話あるじゃないですか。例えばエクソシスターみたいなね、相手のカードバンバン除外してくるようなカードを敷かれると結構厳しいっていうのがあると思うんですけども、あのこれで手数結構多くてですね、まず将来心、これがすごく優秀。これどういう効果を持ってるかっていうと、召喚に成功した時になんか幻魔系のカード持ってこれるんですね。でこれで持ってこれるカード、今回入ってるのがあの七星の開門っていうカードなんですけど、これ効果処理で幻魔系のモンスターっていうのに加えるんで、まあ一応ね、将来心持ってこれると。で将来心と七星の開門は実質どっちもあのなんだろうな、相互互換みたいな感じなんで、どっちもどっちがもうでサーチできるんだけど、こいつのまず効果が強い。このカードがモンスターゾーンに存在する限り、通常召喚に加えて一度だけメインフェーズ中に守備力と攻撃力がゼロの悪魔族を召喚できる。これ姿勢の開門で持ってきた暗黒の将来心自身を召喚できるんですね。でそもそも論なんですけど、あの召喚なんですよ、効果が。だからね、増殖する G でもドローされません。これ強いですよね、これめちゃくちゃ強いです。で姿勢の開門 の、 あの2の効果めっちゃ強くて、1ターンに1度手札を捨てると自分の持ちから攻撃力と守備力がゼロの悪魔族モンスターを特殊召喚できる。これね、要は着地からで強いんですよ。まあ除外とかされたらあの無理だけど、あの破壊とかされた場合はあのもう一回墓地から蘇生する効果使えるんで、開門で。だから実質意味ないっていう、相手の盤面 の、 あの着地狩りが。でそうこうしてる間にレッドとか当たったらもう相手の誘発とか相手のモンスターの効果無効できるしみたいな感じなんで、まあ強いですね、はい、このカードは。であと言わずもがなで、ガエルですね、あの生き返ると採用して、一応持ち帰るもないんですけど、あの展開力すごいんで、着替えると生き返る、まあ、まあここがもう大体レベル2のモンスターが3体分ぐらいの動きするんですよね。なので、まあエクシーズとかしやすくなってますんで、まあここは入れた方がいいかなと。であとは強いな、使ったら強いなと思ったのは、なんか採用結構分かれてるかもしれないですけど、これですね、ガンマバースト、これめっちゃワンキル取りやすくなります。スプライトって打点低いんですよね、あの1000とかしかなくて、ガンマバースト効果はレベル2ランク2リンク2のモンスターの打点が全部1400アップするよっていう効果なんですよ。まあスプライトミラーだと微妙だけど、スプライトミラーじゃなければこれめっちゃ強いんですよね。でワンキルが取りやすいということで、まあこれはね、1枚差しとくとかなりキル能力が上がるっていうのと、あとは緊急テレポート、これも一応スターターしかないと相手の着手狩りに対応できないこともあるんですけど、緊急テレポートで一応ねレベル2出してこれるんですね、あのガンマが。はい、これカードの効果で特殊召喚できるんで、一応これで出せるんですけど、ここで出してくると何ができるかっていうと、レベル2を供給するっていうこともできるし、ラムダを出してあの手札に着替えるで回収して、あの相手のターンにガンマ構えることもできるんですよ、このデッキ。めっちゃ強いですね。はい、というわけで、この環境トップのパワーを皆さんにも堪能していただきましょう。ちなみに正直このデッキが出てきて撮影が辛いです。なんでかっていうと勝てないからです。はい、デュエルスタンバイ。さてついに禁断のデッキに手をつけてしまっております。私、まあこのデッキがね今季環境トップという話なので、まあ、使っていくしかないでしょうということで、まずブルーを特殊召喚するで、はい、そしてブルーのモンスター効果を発動。ブルーのモンスター効果によってデッキからこれはレッドあるんでキャロットかな、キャロッツでジェット特殊で特殊召喚効果発動して、おお、なんもねえな、お前なんもなかったらさすがに無理だぞ、多分このデッキ。一応ニビルあるかもしんないもんな。ケアだけはしちゃうとかいいですね。まあ、ニビルがケアできるっていうのは多分結構有名な話だと思うんですけども、まあ一応レッドいるから、まあ いくらでもまあケアできてんだけど、まあ、とりあえずギガンティックスプライト出して、でギガンティックスプライト効果発動して、これであの5回目の特殊召喚なんで、あの次の特殊召喚が、これでニビルがケアできるっていうのはまあ有名な話ですよね。まあ、僕もそんなスプライトめっちゃ詳しいわけじゃないからさ、
なんかプレイングおかしいとかあったら教えてね、みんな。みんなのコメントを待ってるわ。言うて、クソデッキ作るのに時間費やしてるから、環境デッキあんま回せないんだ。クソデッカー、環境デッキ回すのクソ下手クソ説っていうのあるからね。ちょっとキャロットだけ独自化しといて。これで無限法要も、なんか、うららも増人もなんか全てが一応、まあ、無効というかケアできてるというか、まあ、ケアという言い方はあれだけど。で、これでサイフレームギアガンマ出していく。で、着替えるの効果でサイフレームギアガンマを手札に回収していく。この動き、きめこの動き、きめで、ギガンティックスプライティングと、着替えるでリンク召喚して、エルフちゃん出していく。はい。で、ここは、エルフちゃんの効果発動してよくて、で、着替える特殊召喚する。着替えるってモンスターがね、今までは持ち帰るになってたと思うと、もう終わりですね、このゲーム。はい。まあ、持ち帰るいないでこの展開力なんですけど、終わりです。はい。これ持ち帰るなってたんでしょ、今までは。絶対あかんよね。絶対にあかんと思うわ。持ち帰るけどさ、素材なくてもいけるからさ、なんかエルフで蘇生したらもう一回効果使えるってあれバグってるよね、あれ。とりあえず、これでサイクレームロード、ラムダ出しといて、で、ラムダがあると、手札のね、サイクレームモンスターが、なんかフィールドにモンスターがいても使えるよっていう効果になるんですよ。これが結構強いので、まあ、とりあえず一回エンドして、一応今は妨害数で言うと、あまあ、レッド、キャロット、スマッシャーズ、ガンマっていう、まあ、4妨害ぐらいですかね。まあ、そんなになんか、めちゃくちゃ妨害多いなって感じではないと思うけど、4妨害もあれば大体止まりますけどね、大体のデッキは。スモールワールド発動か。まあ、スモールワールドはいいんじゃない？これ何デッキだろうね。スモールワールドか。わからんな。あ、ダイヤ、サーキュラスね。スプライト来るまではもうほぼ勝てない環境、アルティメット環境トップでしたから、このデッキも。はい。まあ、僕はこのデッキね、結構使ってランクもやってたんですけども、今やちょっとクソデッキ製造に忙しいっていうのと、スプライト練習しなきゃっていうので全然、使いこなせておりませんが、一旦サーキュラー君の効果を使って何か落とす模様です。あ、サプライヤー落としちゃうの？へぇ。いや、これはさすがに無理じゃね？サーキュラーは出てくるとガチでめんどくさいから、デスガイル、手札の効果はね、リンクモンスターとか送んなくても、無効にすれば、破壊はされないですけど、無効にできるんで。あのデッキなんなら墓地に送られると、超会場で蘇生されるからめんどくさいからな。はい。で、自分の墓地にはマルチサプライヤーがいる。で、相手の派の何かによるが、はい。アディオンね。はい、オッケー。はい、家電を買うならアディオンで、シグマ特殊がどうぞ。それもどうぞじゃない、別に12シンクロされそうになった瞬間にもうなんか何も効果受けんけなるやばいやつ出てくるから、まあそれだけはケアしていけないんで、ここはまだ8なんで大丈夫ですね。あ、ダイヤ、いやダイヤは無理じゃねえ、ダイヤはあかんでしょうよ。うお、発射サイフレームギアガンマ発射、うおーほいほい、そして相手が発動したモンスター効果を無効にしてバゴーン破壊する。 OK で、まあ多分こっから出てくるの多分ダイヤとか、もう多分8神経の残機は多分入ってないと思うから、さすがにもう8神経の残機の名前忘れたわ、なんだっけな、炎残機、エンザンキシグマだっけ、ファイナルシグマじゃなくてシグマの方か、普通の。ダランベルシャン効果、発動はいいよ。ダランベルシャンも別にいいや。それも別にいい。そんなにやばいことは起きない。で、何らかのカードをサーチ、残機カードか、残機カードサーチどうぞ。あ、超解除どうぞ。あー、ナユタ入ってんだ。へぇ、ナユタなんだっけ、魔法トラップゾーンから墓地を送られた場合、え、これってさ、これ破壊したらさ、じゃ向こうにはすんだけど、待って。リリースすんのもうこっちじゃないか。え、これってさ、これで止まる？わからん。ナイタ君は？
破壊します。このカードが魔法トラップゾーンから墓地を変えた場合に残機械を一番回収できる。ちょっと待って、残機カードって何やんの、ちょっとちょ見えない。残機カードは、あー対地全部あるね、対地全部あるか。あ、じゃあ別に破壊しよう。あの、あんま関係ないですね、あんま関係ない。これ回収するけど、まあ別にそんなにやばいことは起きない。で召喚機は使ってるから大丈夫。で僕まだスマッシャーズ残ってますからね、はい、スマッシャーズ残ってるんで、あの相手のなんか最後の動きはスマッシャーズ止めれるんで、ね、まあでもこれ4妨害してんのにこんだけ動ける残機すげえな。だいたい他のデッキやったら泡吹いて倒れるんだけど、まあ、とりあえずエルフだけ発動して、ブルーで次のブルージェットオークだけ押していけばいいですよね。ブルー特殊感で次のターンのリソースを確保で、ブルー効果によってスプライティングジェット、スプライティングジェットで、バトルフェーズ入る、どうぞ。あー、オッケー、どうぞ、いいですよ。まあそれは受けましょう。まあ、スマッシャーズは残しておいて、相手のセットした超会場に打っていきます。まあ超会場無効できるような、キャロってるから、まあ、あんま関係ないけども。で、どっちにしてもサイフレームギアガンマが、あの、除外されちゃうんで、ガンマコストにすれば、全く無駄がないといったところ。で、セット。はい。エンド。スマッシャーズ!トル!え、このデッキ強すぎ?誰が勝てんねん、このデッキ。やばいな。なんかこのデッキやばいね。なんか普通にさ、着替えで召喚されるとサレンダーされるんだけど、どうしたらいい。先行で着替えで召喚、何もしないのに着替えで召喚されるんだっていう、なんか謎のこと起きるんだけど、どうしたらいいのこれ。あ、ちょっと一回うらら打つか。うららちゃん打って、でこれハカアナ打ってくる。ハカアナでしょ。あ、オッケー、オッケー。で、ここでウララを、あ、でも、いや、これウララ持ってるとめんどくさいのか。一応確実にドローするんだったら、次の着地で増殖する G でもいいね。いや、これ難しいな。クリアするべきなのかな。ここで増 G って言ってウララって言われるの一番めんどくさいから、次のターンウララ打たれないっていうのもあるけど、これで一応1枚ドローだけはするという、プレイングしていいですか。一応。どっちは、いや、もう、ないのがいいのかな、うらら打たせるって意味で。今、とりあえず出すじゃないですか、相手。で、チェーンとアルバスね、オッケー、強いね。で、ルベリオン。で、ルベリオンちゃんの効果はどうするんだな。で、エッチンプチェーン効果、ルベリオン効果。うら、ほら!うららあった、やっぱり!やっぱりやったわ、あいつやってんの危ねえ。でもあそこで打ってたら、まあ、でも一応うらら打たせることはできたのかもしんないけど、いや、これどっちの方がいいんだろうな、プレイング的には。なんか打たせるっていう意味では普通に増殖するし、あそこのタイミングで打ってもいいけど、でもさ、今墓穴でさ、うらら無効になってるからさ、このタイミングで打つと絶対1枚ドローできるんだよね、絶対に。これどっちがいいかは謎ですね。ちょっと教えてください、ガチ勢の方が。デストイパッティングワーク、でパッチングワーク発動。まあでもこれでね、ミラージェイドで止まってくれると思うんで、まあ、赤の楽園とか打たれないと思うし、多分もう増殖筋通っちゃってるから、多分ここは何もせずにエンドが多分関の山なんじゃないかなと思うんだけど、マスカレードとか出してるかな。あ、出してない、オッケー。これで一応ミラージェイドだけですね、基本的には盤面が。じゃあなんとかなるんじゃね。開門でしょ、まず開門で、開門は発動時の効果処理で、暗黒の将来者持ってこれる。で、暗黒の将来神を召喚。効果発動。将来神将来!こいつの効果によって、なんか、三元魔系のカードを持ってこれる。まあ、これは、将来、自然の開門なんですけどね、持ってこれるのは。で、ミラジェイド効果着地狩りされた、終わったー。うわ、終わったわ、着地狩りは。普通にこのデッキ着地狩りされて終わるんですよ、基本的に。終わっ
ったー、最悪や。もうレベル2を供給することができない。あ茶番すいません、茶番すいません、おでまーすおでまーす。えい、やっぱスターターってカードあかんなミラージェイドの除外ごときで止まると思ったか。止まるんじゃねえぞ。ジェット特殊召喚、レッド先か、レッド特殊召喚、はい、でジェット特殊召喚、おい、これワンキル取れんのかな。でジェット特殊召喚成功で効果で、え、これさ、これガンマバーストなんじゃねえ。だからこれワンキル取れるんじゃねえ、これ打ったら。ちょっとじゃ分かんない、あの計算しないけど、これいけそうな気がする。1400あったよ、全部全部のあの二冠系モンスター全部レベルアップするの最強じゃない、まあ、とりあえず一回ギガンティックスプライティング出すでしょ。はい、でギガンティックスプライト効果で、まあ、展開伸ばすためにはここさすがに着替えるなんだろうな。ギガンティックスプライト効果発動、オーバーユニットを1個使うことによってデッキからレベル2のモンスターを出すことができる。はい、でスプライト、まあ、これどっちもいいな、ブルーと、外して、で、ガエル特殊で、ガエル効果、墓地に生き返る送るで、2体でエルフですかね。はい、エルフで、エルフ効果着替えるだな、エルフ効果着替えるで、ガエル貯めてきゃいいんですよね、このデッキ。基本的にはこいつが一番数稼いでくれるから、まあ、カエルはね、やっぱね、無限に増えますからね。ちなみに俺が昔住んでたアパートの周り、カエルがうるさすぎて引っ越しました田んぼ近くにあったんですけど、いっぱい、なんか夏夜になるとなんかカエルくっそるせえんですよ。カエルしかなかみたいな感じなんで、カエルしか勝たんみたいな感じで、カエルしかなかないんで、もう引っ越しました。はい、で、レベル2のモンスター2体で、あ、これあれか、1回戻せばいいのか、着替える効果で、これそしたらコスト、これ手札の着替えるもこれいけるよね。着替えるで、こうして、ほん で着替えるもう一回特殊召喚して、はい、でこうですね、こうですね、でこれはもう一回効果発動しちゃダメで、でこうして、これ一回さすがに鬼瓶丸出した方がいいな。ミラジェイド立てたけんだよな、あれどうにかしないと、一回溶かさないと多分無理だから。カエルカエルで、これでいい、カエルカエルで鬼瓶丸、はい、で鬼瓶でミラちゃん除外して、もう一体出てこれますもんね、大丈夫だ。でオーバーリミット1個使って、ちょっと一回ちょっとミラジェイド君どかす、はい、でミラジェイド君効果発動するが、もうそれは関係ない、もうこのターンに殺せば関係はない。で生き返る効果発動、生き返らせる、はい、ほい、でエルフと生き返るでギガンティック出したいな、これで3200だ。 OK、 3200、1400、いやわかんねえ、足りてる、なんか足りてそうな気がする。バトルフェイズでギガンティックスプライターでぶん殴るとき、ダメしていいっすか自分、スプライトガンマバーストうおー、フィールドの二冠系モンスターが全部打点が1000アップするで、うおー263300、あ、足りてそう、あ、神あ、このデッキ神デッキだわ、このデッキ神デッキマジで、で スプライトガンマバースト強っ。あ、スターター来てますね、いいですよ、なかなかこれは貫通できそうな反動してますな、ええ、いいですよ。サモンプリーストやばい、あ、ぎっくり腰殺された、ちょ、きつい、なんもない。ガーディアンの力、やばいカード、やばいカード入ってんな。あワンフーはやべえ
ワルフはやべえ。ちょっと やばい、ちょっとスプライトガンメタリってきた。やばいやばいやばい、ワンフーどうしたんだ。ワンフーは、いやこれ全部ね、カキモンスターがね1000以下なんでね、これ死ぬんですよね、全モンスターが。え、これどうしたらいいんだこれ。これスターターか、スターター、分かったわ。スターター発動して、これで、これ止まる、なんだか、いや大丈夫だ、これは止められたら終わる。でジェットでしょ、これ多分ジェットなんですよ、多分ジェットでよくて、でジェット特殊召喚成功時効果発動はできる、一応向こうにはなんないから発動はできる。で王子ワンフの効果で吹き飛ぶ、はい、ちょっと待ってね、ちょっと待ってね、これでスマッシャーでしょ、スマッシャーで、これで魂の、これ魂の召喚チェーンスマッシャーでしょ、これ召喚ワンフ効果チェーンスマッシャー。どれが一番いらない、キャロットはいるか、レッドもいる、いやこれこっちだろ、生き返る召喚、守備力はどっちも高いからレベルになったら何でもいいから、ちょっと待って、生き返る召喚でワンク効果チェーン、ここだ、いけ、スプライトスマッシャー、うわくたばれまうキャロー、あかん、あかん、あかん、この起きた、これさ、もしかしてさ、これワンフーで抜けないんじゃね、魔導士の力捨てんの、やぶねえ、よかった、もうワンフー一生抜けないと思ったわ。このさ、守備力1800、これ抜けないんじゃないよ、デッキ、よし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 、これ耐久できる、耐久して、分かった、耐久して、あの、分かりました、これあの、ひらめきました、私耐久して2ビルアドバンス召喚する、これ分かった分かった、これ守備力高いんですよ、あの、スプライトモンスターじゃ守備力が高くて、で特殊召喚とか召喚に成功するときだけなんですよね、あ、てかレベル2体だったら普通にギガンティックスプライト出せんのか、じゃあ殴ってもらえば、てか反転召喚は別にいいの、これ、反転召喚いけんじゃん、これ反転召喚いけるから、これ反転召喚してなんとかしてレベル2って並べればいいんだ、でこれはいい、でオッケーオッケー、来た来た来た、いやでもこれは次はアドバンス召喚できる、次はアドバンス召喚で倒せる、行こうあーてか、ガンマバーストでもいいね、ガンマバーストでもいい、ガンマバーストでもいいし、いいけども、いやまあ一応アタック高くなるやつ引かれるとめんどくさいから、ここで頭の召喚して、いやこれあんまやったことないけど、これしかないな、2体のモンスターをリリースし、アドバンス召喚、いけ、現世媒体ニベル、うおーあきっしょきっしょ、このデッキ必勝、このデッキ、うんこデッキやんけ、これディスコードセクターも入ってんの、おキモ、やばこのデッキ、いやさすがにブロック